専門チャンネルとは、他チャンネル放送である CS 衛星放送、ケーブルテレビ、光放送、IP 放送で放送されている、地上波放送や BS 衛星放送ではない、番組チャンネルのことである。講義では、BS 衛星放送の有料放送も含まれるが、当記事では、競技の説明を行う、類義語は、CS チャンネル、米チャンネル、他チャンネル化番組のジャンルは、 地上波テレビ放送や BS 無料放送のように、総合的な編成ではなく、一部のジャンルに絞った番組編成となっている。世に言うテレビの多チャンネル化とは、通常、専門チャンネルの拡大を指している。専門チャンネルの c s 衛星放送においての日本での法的位置づけは、制度発足当初は衛星生機無利用放送、または、 CS 委託放送であったが、2011年の放送法改正により、衛星機関放送、衛星一般放送へと整理された。機関放送は BS 衛星放送と同じ受信装置を用いる放送を対象とし、一般放送はそれ以外のすべての放送を対象とする番組内容に対する責任はこれらの放送事業者である衛星駅無利用放送事業者並びに、 委託放送事業者が多いが、それとともに、これらの放送事業者は CEATV、光放送、IP 放送を行う事業者へも、自社 CS 放送と同時進行で通信回線を経由して番組を供給していることが多い。一方、有線テレビジョン放送及び有線駅無利用放送において、地上波放送や b s a 星放送のサービスは、 独自に番組内容改変や編成変更、創出を行為中断することが禁じられている放送の再送信となるが専門チャンネルサービスは各 CATV 局等が独自制作編成するチャンネルと同様の自主放送という扱いになり番組内容に対する責任は個々の CATV 局等の事業者が追う CSA CS 星放送で 標準チャンネルパックの参加チャンネルは CATV 等それ以外の放送形態ではベーシックコースに入り月額視聴基本料金に含まれることが多い。標準チャンネルパック以外のチャンネルは各放送形態で単独チャンネル契約のオプションチャンネルになることが多い。また、スカパー。プレミアムサービススカパー。では、原則として毎月第1日曜日に 無料のノースクランブル放送、スカパー。プレミアムサービススカッパー。無料の日を開催しているが、CATV 当時主放送の視聴制御権は、CATV 当事業者側にあるため、同時に放送される番組であっても、必ずしも CS 放送と同時にノースクランブルになるとは、限らない。二0 1年の放送法改正後は、上記の仕組みが、ガラリと変わり、演奏分離が、 より明確に位置づけられた。またこれに伴い、新たに、電波法がこの事業を規制することとなった。日本での専門チャンネルは、ケーブルテレビで始まった。類義語を含め、名実不一致の例外的なチャンネルがあるなど、用語としてそれぞれ問題点がある。そのためにどの呼び方もなかなか定着していない。CS チャンネル日本の CATV 局では、デジタル配信事業者日本デジタル配信の、 全国高ネットワーク等でデジタル配信を受けている場合、電送を、光ファイバーをおもとし、通信衛星を全く使っていない。また、TV5 ンドやチャンネル700等のように、CSSA 放送では実施されていないチャンネルも存在する。ペイチャンネルショッピングチャンネルなどいくつか有料ではない。無料チャンネルも存在する。また、この言葉は c a t v においては、 オプションチャンネルの意図して使われることがある。専門チャンネル民放キー局系のフジテレビワンツーネクストや TBS チャンネル、テレアサチャンネルは地上波テレビ放送や BS 無料放送のように様々なジャンルの番組を網羅する総合的な番組編成となっている。ありがとうございます。